こんにちは。 YouTube を撮り始めてもうすぐ2年になります。撮っている中で機材がどんどん変わってきたので、最近撮っている機材をご紹介したいなと思います。私が今撮ってるね、このカメラ、このカメラはソニーの Vlog カム ZV-1 っていうカメラを使っております。このカメラは出た当初、これね多分2年前だったと思うんですけども、出た時に YouTube を始めたばっかりだったのですぐ購入しました。でこちらのカメラの、ね、いいところは Vlog 用に作ってるということで、自撮りを簡単に撮れるようになっております。今動画で説明しているんですけども、こうやってね、こう画面を裏から表に変えることによって、三脚で立てていてもこう自分の顔を隣で見ながら撮ることができるんですね。なのでカメラの位置が大丈夫かなとか、あとカメラの高さ、音声入ってるかなとかっていうのを撮りながら自分で確認することができます。そしてこのカメラね、いろんな機能があるんですけども、顔をぼかす機能もありますし、背景をねこうぼかす機能もあるので、まあちょっと今ね白背景なんですけども、例えば部屋で Vlog 撮ってる時にね、家具をなんとなくぼかしてちょっとこうノスタルジックな感じにも撮影できますし、あと顔をぼかす機能も何段階もあるので、ふんわりぼかすこともできれば、結構がっつりね携帯のカメラのアプリみたいにぼかすこともできるので、自分の肌のコンディションとか、あとここはちょっと一緒に撮影する人の顔をあんまりちゃんと撮りたくないなっていう時に、まあ、なんとなくふんわり撮る時にね、そういうの使えていいのかなって思っております。でこの今使ってるカメラがメインなんですけども、このカメラ以外にも皆さん持ってると思うんですけどね、この iPhone、 この iPhone のカメラでもよく撮影しております。でこの iPhone のカメラは今 iPhone 13 Pro を使ってるんですけども、 Pro Max じゃなくてね、普通の Pro を使ってるんですけども、このね最近のね iPhone ね、カメラがめちゃめちゃいいんですよ。何が違うかな、やっぱ暗いところの撮影はもう一目瞭然です。真っ暗なところで撮ると、今までの10人より前のカメラはちょっとねこう画面が荒いというか、撮影した時にね明るさがちゃんと定まらなくてわーっとして写ったんですけども、このね iPhone 13 Pro があれば何でもね綺麗に撮れるんですよ。でしかもこのカメラもなんとなく肌補正が入ってるような気がして、デジカメで撮るよりもふんわり自然に色やコントラストを調整して撮影することがねできてるんじゃないかなと思ってます。携帯のカメラなので手軽に撮るために、そういった機能ってどんどん進化してると思うんですよ。で動画も撮りやすくなってますし、こうね動きのある動画の手ブレ機能もねかなりついてるので、ここ最近までね携帯のジンバルは使っておりませんでした。全部これでも持って撮ったりとか、三脚立って撮ったりとか、あと、外のね Vlog 撮るときはちょっとこうなるべく動かさないようにこうね歩くときにこういう位置で撮って撮影しておりましたけれども、最近はついこの間動画でもアップしましたが、携帯用のねジンバルですごいのが出てきたので、そちらをね今使っております。ちょっとねカメラの紹介まだしたいんですけども、手元にねジンバルがあるので、この紹介も先にできたらと思います。でこのジンバルはここね三脚もこうやってつけれるんで、こう立てれるんですけども、立てもできるし横の撮影も可能になっております。電源はここにあります。ちょっと押してみますね。はい、起動しました。でするとこうやってね勝手に動いてくれます。はい、でその正面のボタンを2回押すと、はい、こうやってね横になります。で Vlog 撮るときは YouTube 用の画面は横なので、こうやって撮ってできるし、インスタのねリールに使いたいなと思うと立てて撮ると撮影ができます。はい、そしてねこのねトリガーがねついてるんですけども、このトリガーをね2回押すことによって真ん中にレンズが合うようになります。さっきまでは起動した時はレンズがね下向いてたんですけども、今2回引くことによってちゃんと正面のものをねバッチリ映せるようになりました。これはそうですね、やっぱ動きのあるのはやっぱこれがないとしんどいですね。インカメで自撮りをしながら旅の Vlog を撮るときは、ね、なかなかこう手をねこのまま普通の携帯をこう持ったまま歩くのはすごく難しいので、ちょっとね長さもある方がいろいろ景色も映りますし、こうやってねちゃんとこう映しながらぬらぬら動いてくれることによって、自分の顔を中心に背景もブレずにスムーズに録画することができます。やっぱりジンバルがないとこう見てて不快感になるというか、結構ストレスがたまります。
画面がねガタ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 動くので長時間見てるとこの動画見にくいな、ちょっと他の動画見ようっていうことでね、こう飛ばされてしまう可能性が高いので、離脱率にもつながりますし、やはりねこういった機材を整えていくのはね大事じゃないかなって思っております。ジンバルの詳しい説明は別の動画でもアップしているので、よかったらそちらをぜひ参考にしてみてください。そしてカメラなんですけども、実はもう一台使っているカメラがあります。それはこのね DJI の Osmo っていうカメラです。これね2台目なんですけど、前回のモデルから使っております。このねカメラのいいところ、それはこれもねジンバルがこの中にセットされているので、歩いて動画を撮るときとか後ろの背景撮るときとか、まあ、あとは、旅動画でねこう外の景色を撮るときね、こう撮るときにこれもブレないんですよ。ただこのカメラ、私ちょっと苦手なところが一つあります。それはこのカメラ、普通のこの iPhone のカメラよりも広角なんですよね。 iPhone のカメラって動画撮った時にね、まあ、この角度くらいしか映らないんですけども、この Osmo 使うと極端な話ね、このぐらいまでね横を映るので、結構これね大変ですね。家の中撮る時だとね、もういらないものもいっぱい映ります。ここね片付けてるのにこっち映さないでみたいなところもね、これねキャッチしちゃうので、旅のね海とか山とか歩いてるところを撮ったりとか、景色はいいと思うんですけども、非常に狭いところだと映ってほしくないものも映ってしまうっていうのが、まあちょっとこれ難点かなと思っております。まあでも今はどうですかね、さっきお話しした iPhone がかなり優秀なので、外に行くときは私はねずっと iPhone で撮ってますね。ちょっとですね一回悲しいことがありまして、撮った動画がねこれ確認できないんですね。これってこうね、モニターあるんですけど、ちっちゃいじゃないですか。非常にちっちゃいモニターで、一応再生はできるんですけど、音声がね、実は取れてるかどうかまでは、この1台で確認できないんですね。ここに入ってるね、データをパソコンで読み取ってから、音声見たり動画チェックするんですけど、やっぱりね、iPhone の方が手軽に再生できるんですね。だから、ああ、ちょっとこの角度あんまり良くないなとか、この会話ちょっとやめようっていうのをね、簡単にこれはチェックできるんですけども、これはもう撮ったとこ勝負と言いますか、撮って家に持ち帰ってみて、ああしまったこれちょっとこの素材ダメだなとかね、撮り忘れちゃったなとかね、この声入ってたな、変な声入ってるなとか、結構そういうの拾っちゃうことがあるので、やはりね手軽さといえば今ね、私は断然今 iPhone の方がいいかなって思っております。今度はマイクの紹介をしたいと思います。今使ってるマイクがね、ゼンハイザーというマイクを使っております。いつも電池を充電してからセットしております。このねマイクもね、あるとないと全然違うんですよ。マイクがないとやはり声の厚さといいますか、薄いですね。なんかペラペラしてる声に聞こえます。マイクがあるとそこがねちゃんと音が拾えて、他の音、例えば猫の声だったりとか、誰かが通った足音とかも拾わないので、すごくね声を、まあ、動画と声に集中できるというか、聞きやすい動画を作れます。ただこのマイクもね、何回も失敗したんですよ。もうマイクの電源を入れ忘れて、こう喋ってる、このねカメラ見ながら喋ってるんですけども、喋ってる声が全く撮れてない動画がもう1回2回じゃなく、もう何回も何回もあって、その度に冒頭から撮り直ししたり、例えばケーキとかだとね、もう食べちゃってるのに、あーどうしよう声入ってないからもう一回撮ろうみたいなことも過去にはありました。もう取り返しのつかない動画もあるんですよ。開封動画をそれやっちゃった時にはね、あーもう開封したのに音声入ってないってなると、その後にもうどうしようと、一回もう袋も箱も開けちゃってるのに、あれーってなってお蔵入りするようなことも、まあ、ありました。そこを復元することができないので、まあ、最新の注意を払ってマイクに音声が取れているかどうかをチェックするようにしております。はい、そしてこのゼンハイザーのマイクと iPhone 用のマイクがあります。 iPhone 用はね、今ねこの MKE っていうねこのマイク使ってるんですよね。これってここがマイクになってるんですけども、実際のものはこういったモコモコがついててね、こういったものになっております。これはなんでモコモコついてるかっていうとね、やっぱ外で撮るときね、風をそのまま直接受けると、まあボーボーってこう言うので、このねモフモフしたものをつけてると、まあ、結構ね風の音を遮ってくれるという感じですね。でこれ使い方はこういった、まあ、これ三脚ですね、
カメラをセットする三脚があって、ここに iPhone セットしてここにはめるんですけども、この iPhone 自体に直接、挿すことができます。ここね、ここに直接挿すことができます。挿しますね、こんな感じでよいしょ挿します。そして、こういったカメラをね、はい、こうやってセットして、そしてね、この上側のここのこの部分に、はい、ではマイクをつけます。ここね、こうついてるパーツがあるんですね。でこれをこのね、タグがついてる方が後ろなので、撮りたい方、これ今自撮りなんで、じゃあ自分の方向に向けてつけますね。はい、こうやってつけます。でこうやって喋るとここら辺の声をきちんと拾ってくれるので、クリアな動画が撮れます。これもあるとないと全然違って、やはりね、外のロケ、例えばカフェに行ったりとか、アフタヌーンティーとか、もうこれがね、ないといろんな人の声拾えます。隣の人のおじさんの声とか、女の人の声とか、打ち合わせしてる声とか、あ、もうこれ絶対聞いちゃダメなんだろうなみたいなのもね、全部まずいことに拾ってしまいます。で、私の喋ってるところにそれが重なっちゃうと、もうそこカットできないんですね。だからこのマイクがあればこの辺をちゃんと拾ってくれるので、そのガチャガチャした音とか他人の話し声はね、ほとんど聞こえなくなります。これもね、あるとないと全然違うんですよ。ただこれも今難点があります。これね、今ね、一生懸命検索しても正解が見えないんですが、こうやって、ね、高いなんか電子音みたいなのがね、こうピーっていうのがなんか入るんですよね。これ何回こう差し直してもやり直してもピーって音がこう入る。だからこれ解決方法が分かんなくて、カスタマーセンターに問い合わせたんですけど、ちょっと未だにね、何かいい方法が見つからずにおります。だからね、今ね、携帯だけで撮ってる動画もたくさんあるんですけども、この新しい何かね、おすすめのもしマイクがありましたら、ぜひ誰か教えてください。携帯用のマイク探しております。これね、見た目も悪くないし手軽だったんですけども、ちょっとね、変ノイズが入るので、私は今、お蔵入りしております。最後マイクなんですけど、さっきご紹介したこのオスモにもこういったピンマイクがあります。この後ろクリップになってるんですね。こうなっております。でこれをちょっと今ね、襟がない服なんでつけるところがないんですけども、仮にね、 T シャツで、こうやってこうつけるとするじゃないですか。はい、つけました。でするとこの辺の声だけを拾ってくれるので、旅とか外にいる時の動画をこう撮る時に、結構これ雑音がね、やっぱこう話して撮るとね、いろんなものやっぱ拾ってるんですよ。生活音だったり、あと他の人の話し声とか車の音とかね。でもそれをここにマイクがあれば、私が、ああ、綺麗な景色ですねって喋ってるのを全部拾うことができます。でしかも、風の音とかもね、やっぱこう、ゴゴゴゴゴっていうのをなるべくね、減らして、このマイクで自分の声を中心に音を拾うことができるので、聞きやすい動画が作れます。これね、テレビの画面とか、あとパソコンの画面だと、ちょっとね、そんな違うかなって思うこともあるかもしれないんですけども、イヤホンで聞いてると全く違うんですよ。だから電車の中とか移動中に、もしね、イヤホンでこの動画をね、見てくださってる方がいれば、ああ、今日の動画ちょっと声が薄いなとかね、あ、変な雑音いっぱい入ってるなとか、今日の動画声綺麗だなっていうのは、このマイクで全然変わってくるので、そこがね、やっぱ不快感をね、取り除いていくことも撮影の中で大事なことなのかなって思っております。では最後に、今使っているライトのご紹介をしたいと思います。今ね、ライトね、ここ何個あると思いますか？実は 1,2,3,4台あるんですよ。で、このライト、なぜ4台もあるかっていうと、私の家が北向きなんです。だから日光がほとんど入らなくて、しかも今ね、梅雨時で、暗いんですね。外がもう曇りなんですよ。だから自然光があんまりね、うまく入らなくて、何回動画撮影してもこう暗い動画、顔が暗かったりとか、あと、この背景が暗かったりする動画を撮れてしまうんですけども、今もね、やっぱ若干ここね、暗いんですね。今日もね、曇りであんまり自然光が少ないせいもあるんですが、そういう時に、補助的な意味で何台かライトを駆使して使っております。で、このライトも4台全部違うライトなんですよ。これはね、ランタンっていうのね、この辺に置いてあって、これは自然光に近いように
2個の代わりでね置いてあるライト、あとは LED のライトとか、まあこうあります。これはほとんど Amazon で購入しております。ただ今見てみたら欠品してるものもあるみたいですね。まあちょっと部品がないのかコロナの影響でね、そういうのもあるのかもしれませんが、私が当初買ったまあ 1,2 年前っていうのはまだまだそれなかったので、その中でね口コミに良さそうなものを購入して今も使っております。ライトはね奥が深いです。正直ねもうプロがいてくれた方がいいなっていうぐらい、もうライト1個で動画の雰囲気とか顔のまあ感じ、元気さとか、凹凸とか、あと顔がちっちゃく見えたりとか、そういう風にねライトと全然違うんですよ。その雰囲気を作るのが非常に難しいので、ライトってねこう1年2年やったぐらいじゃ全然ね納得いくもんできないんですけども、まあ手探りの中でこういうのがいいのかなって思うので今、まあ、この配置でなんとなくやっております。あとね簡単なちょっと補足なんですけど、こういったね LED のライトもあります。後ろがこういう、はい、取り外しのできる充電ができるバッテリーになっていて、これはねどういう時に使うかっていうと、まあ物撮りとかしててねちょっと光がない時とかにこう当てたりしてますね。三脚も使えるので固定もできます。これはね結構強いんですよ。こんな感じです。でしかも、はい、こう調整できます。裏につまみがあります。これで回すことによって光の強さをね調整できるんですね。つまみを調整して明るくしてみたり逆に暗くしてみたり、これはもうスポットライトの役割なので、これをね直接まあ顔に当てると、あまりこれ良くないですね。この後ろがまた暗くなってしまったりするので、照明で大事なことは、まあ、部屋全体をねこう明るくして撮りたいなって思いながら撮っております。これは補助的な役割と考えたら使いやすいライトかなと思います。今回はたくさん今まで使ってきた機材、そしておすすめのねライトなどを紹介してまいりました。皆さんこれから YouTube 始めようとか、まあ、自分の思い出用にね旅 Vlog 撮ろうとか何か撮影始めようっていう方がもしいらっしゃったらご参考にしていただけたら嬉しいです。それではまた。Stay, make a new life with you.